Peggy 12. ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。だから、私がプラフタですって。まさか、こんな反応が？できる人が、できることをやるのが一番。てやっ！よし、頑張っていこう！この剣は切れますよ。私の夢は錬金術でみんなを幸せにすることだから。みんな準備はいいよね。行くよ。ソフィーのアトリエ2、不思議な夢の錬金術師、2022年発売。早期特典もお見逃しなく。ご覧あれ。豪華特典付きプレミアムボックス、さらに豪華なスペシャルコレクションボックスも。